洗濯問題解決するんじゃない？え？俺？俺んち？俺んところで？洗濯すんの？いや、ちょっとその辺の下りはやめよう。正直、歩いてどんぐらい？40分ぐらい。歩いて40分だったら、まあまあだいぶ時間あると思うからさ、カレーあれか、ポケモン GO しながらうち来るのそうそう、いつの間にか娘さんとすげえ仲良くなってるみたいな。近くない？え、で歩いて40分でしょ？洗濯できて、なんなら風呂も入れて。おお、とんでもないお客様だな、俺。そう、だから匂いは、まあ、だから清潔には過ごしてもらいたいと思ってるんで、銭湯ほんと近いじゃん。あ、銭湯近いっすよ。うん。定休日あるけど。リスナーが選択してあげるのはいいの。お、いいですね。それいいじゃないですか。すごいじゃん、うん、そんなリスナーいる？おはようございます。どうもおはようございます。パークのパンツ洗いますね。どうする、ちょっとなんか可愛い子が私が洗濯してあげますよとかって現れたらあるかもね。いやマジ、うん、その景品生活楽しいな、うん、マジ企画ガバガバすぎ、うん、まあなんかなんだろうな、かっちり固めようと思ってないんですよね全然。でそれぞれさ、プライベートとか生活スタイルとかいろいろ違うと思うんで、僕とかがこれでいけるだろうと思ってたとしてもどっか穴は出ると思ってるんで、で今ね皆さんからコメントでいろいろ助言をいただいたりとかもしてるんで、うん、そこで気づいたことは、あ、じゃあこうしようみたいな感じで、うん、大きなところでのルールさえ変えなければさ、やっていけばいいんじゃないのかなと思ってるんですね。お、京浜生活でマイホーム建てる。京浜生活でマイホーム建てる。どんくらいかかる？相当だな。マンション久保田みたいな感じだな。物置見せますよ。今からパーク戻ってきたらベルシティ新杉建てに2時間ちょいかけて行くんで、そしたら物置見れます。2時間ちょい運転します、うん、ダイソンです。はい、はい、パークもう戻ってこないってあんのかな。LINE とか来てない？大丈夫？ちょっとこっち本当に無理っしゅって僕無理っしゅって。あ、なんか来た。あ、来たわ。え、なんかすげえさ、うん、すげえ荷物、あ、すげえ荷物か、やっぱスーツケース持ってきて。そうだよね。あ、でもなんで帽子持ってきたんだ、あいつ。わかんない。え、あれ、あれ帽子かぶってたっけ。かぶってないよね。かぶってわかんないけど、なんで麦わら帽持ってきたの。あと、僕の俺は景品王になるみたいな。荷物準備しながら思ってたんですけど、荷物準備しながら思ってたけど、うん、本当に1ヶ月やるんですか。はい、あの歯ブラシとか持ち込んでいいですか。歯ブラシ、いや僕今、うん、持ってきた、持ち込めん、いや入んなかったんで、うん、とりあえずあっちで買おうと思ってるんですけど、正直 歯磨きなんて何とでもなるだろうって僕思ってるんだけど、いや僕は思ってないです。あの手でも磨けるしって思ってるけど、いや僕は思ってないです。いいよ買ってきても。じゃ あ, 申し訳ないけど、うん、ファミリーマートで買ってきます。あと持ち込んでいいものを、タバコとライター1個。ライター1個、まあ2個でもいいけど、はい、うん、だから財布没収するからさ。え、当たり前じゃん。ちょっと待って、前に置きます。
iPhone の充電がなくなりそうなんで。え、そんなとこにあるんだ。さようでございますか。え、君そこに置くの。いや、あの後ろ荷物パンパンで、たぶん多分機材積んでますよね。どっか置けるでしょ。わかりました。ついでに歯ブラシ買ってきます。うん、タバコ、いや、タバコ、タバコはさ、さすがにこう固形物としての通らないから、タバコ買っていいと思ってて。あ、そっか、歯医者行きたいって言ってんのか。そうだった。ただしライターで調理はダメよ。そうね、火気厳禁なんで。魚焼くし。あの、タバコはお店にも OK もらってるんですよ。火って言ってもね。帰れたの。なんだかその時間が。うん、物置では吸わないでしょ。あの物置の外が駐車場で、そこに灰皿があるんですよ。あ、タバコの差し入れ。マスクド使えねえわ。え、どうした？お前の用意した番組ページ文字数超えてるわ。うん、見ろや。それで新人くんがずっと汗汗やってるって。千千文字千文字って。最低限細かいルールとか載せる感じみたい。特設ページに飛べばいいよ。え、細かいルールなんて書いてあったっけ？そうね、ごめんな。ダイソンさん、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。タバコの差し入れ OK にしますか。まあだってさ、もともと1ヶ月分持ち込んでいいって言おうと思ってたんだもん。あ、タバコは、うん、じゃあ差し入れ受け付けてもいいかな。ねえ、うん、タバコ OK にします。文字数とかライターさん腕落ちたりって。このさ、番組ページの文字数わけわかんないよね。タグのさ、一文字一文字数えて、しかも千文字だから、ワードでその千文字をちゃんと数えてやってもさ、全然多いとかなったりするから、もう意味がわかんない、僕には。ワンカートン差し入れしてやる。うわぁ、優しい人がいるな。優しい、うん、あ、特設ページ変えた、ありがとうございます、うん、ジムが。ってことは、こちら今更新かけます。どのくらいでパークうわーってなるかな。どうだろう、僕最初3日目ぐらいじゃない、くんの。ね、初日が一番プレッシャーあるんだよね。あの、初日で景品取れなかったらもう終わるっていう。そうね。ごめんね、今コメント見えない。マスクさん、はい、シートベルトしてもらっていいですか。あ、してます。まだです。これ向かって向かうのにさ、これ2時間ぐらいかかりますよ。以上かかるでね。いや、その10時って第2あの渋滞ピークなんですよ今。7時と10時がこのめっちゃ荒れてる時にコメント見えない状態であれですけど、僕一服します、外行って。え？うん、2時間降りれないでしょ。降りるの羽田の近くの大井なんとかで休憩はできますよ。聞いちゃいね。ダイソンがナゲットを全部食べて。何？全部食べて。はあ。うわ、そんな特設なんだ、知らなかった。へえ、どんな特設なんですか。お前この写真何の写真って。え、多分会社用で撮れって言われたやつです。会社用で撮れ、はい、あの社員名簿みたいな。そう、社員名簿の写真緩いな。しかもあの後藤さん、
あ、ゴトさんでした。ブルーさんに。ごめんよ。やべ、10時だ、出社してる。そうだね、今日から。はい。こっちも。戻って来られてるからね。はい。いや、コメント見たいな。いや、僕も、うん、なんか、Chrome がフリーズしちゃってるんで、携帯。このパソコンすげえ調子悪いんだけど。なんで、Firefox で見ます。めっちゃ重いし。僕このパソコンで1ヶ月間生活するってことですよね。はい。僕の友達じゃないですか。僕の唯一の喋り相手じゃないですか。さっき準備してるときすげえ変な音鳴ったし。壊しました？なんかね、バッテリーつなぐとピーコーン、ピーコーンみたいな、ウルトラマンが終わりようと。それって、要は電源供給できてないだけなんじゃないですか、他のやつに供給しちゃってるんで。なんで、配信 PC のバッテリー、うん、いっぱい使ってるんだ。充電を抜いて、うん、今こっちで挿してみて、問題なければ問題ないと思いますけ ど、ね、はい。あ、フラッシュ入ってないや。スマホで見ます。いや、フラッシュ入ってないんですよ。で、おそらく今トップページが更新されたと思われます。あ、Firefox はフラッシュとの相性すげえ悪いですね。僕いつも Firefox ですけど、夜の部は有料なんですか？夜の部は有料なんですか？はい、夜の部は有料らしいです。これ今どこに入ってるんだろう。多分普通の部屋、いや、アヘ顔ではないはずです。金座ってなんだろう。金座ってなんだろう。タバコ何吸ってるかな。メビウスのプレミアムメンソール 5mm とかだったと思います。プレミアムメンソールオプション 5mm。 頑張ります。ただ名字で呼ぶのはやめてください。多分ニコ7のトップページの特設が更新されたんだと思います。ごめんなさい、ちょっと僕今普通の方パソコンでコメント見れてないんで、今のところやばそうな不安は、いや、不安しかないですよ普通に。あ、一回止まった。フラッシュインストールして、特設貼った。ああ、僕がいない間にそんな話が。いや、僕けど頑張るっしゅって僕言ってないんですよ。何々っすって言ったらしゅんさんが何々っしゅって聞こえたらしくて、最初、まあ、ちょいパチとかがあればちょいパチですけど、ちょいパチなかったら何打つんでしょうね。ジャグラーとかゲッターマウスとかですかね。で、僕ハーナビもバーサスもビタ押しができないんで、今頑張るっしゅって言って、いや多分ホールで普通に大きな声で喋ってる時に何々すって言った時に何々シュってきっと聞こえると思います。ちょっと笑わないでください。失礼。はい、初日っていうか1週間、まあそうですね、1週間ですね。平打ちでは、うん、平打ちでは勝てないと思います。ツイッターはやってないです。あとフラッシュがインストールできないっていう。あれ、マスクド、え、マスクド、え、どこ行ったんですか。うわ、ファミマにいる。うわ、しかもマスク取ってる。まあ、通報されちゃうからね。クレア2はちょっと大人の事情で放送できないですよね、ダイソンさん。できないです。クレア2はすいません、大人の事情で。直近だとシンフォギアとかは放送できます。あとデッドオアライブとか。あー、広告ポイント
夕方からそうですね夕方から履歴のいいジャグラーとか、まあ、羽物は多分打たないと思います。でシンフォギアも多分まあただ据え置きで天井があったような気がするんで調べたら、まあ Firefox インストールができない。 Chrome なんでプラグイン停止してるんだ。ごめんなさい、ちょっとパソコンの方一回再パソコン窓閉めてる。再起、ああ大丈夫ですよ、再起動します。前向きだね、前向き、前向きにならざるを得ないというか。お、なんで1ヶ月ですよ、うん、1ヶ月間あー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 って言いながら放送してるとみんなが辛いじゃないですか。で僕がもうすでに割と心に来てるんで、うん、すごいね君ね。はい、感心するわ。割と心にすでに来て、ほらダッチのとかだったらもううんこめしないとか出てきますけど、喋、うん、らないっていうとやば大変なことになっちゃうんで、へこんでまあ心に来るときは来ると思いますけど心にはすげえ来ると思うよ、はい、けど行っていいの。あ、どうぞ、はい、あ、ちょっとまあ、1ヶ月間本当に僕1ヶ月間他のことやらなくて大丈夫ですか、レッドさんが主に。大丈夫じゃない。これパークのさ、はい、右ですね、右右行って、さっき出てきたところ右行って1個目を左、これあそこ左です、左行ってで突き当たりまでずっとまっすぐ行って左行って街道出たら右みたいな感じです。自分の心配してっていうすごい優しい人がいるね。社畜まっしぐら、まあけどいつも通りですね。これは会社の車です。何時くらいですか。12時50分ぐらい。運営はやらなくていいみたいですね。そうやらなくていい。うんこめ変えよう。そっか、うんこめ、うんこめ、あの新人君がやってくれます。ありがとうございます。あと、うん、僕下向いてると酔っちゃう人間なんで、ちょっと見てもらってもいいですか。ダメなんですよ車。持てみたいなこと。いや可能だったらあんまりパソコンを、うん、見たくないみたいな。わかります。うん、あの酔っちゃう、酔い止め買ってくればよかった。いや僕ダメなんですよ、あの、ね、うん、車の中で携帯とか触れない人間なんで。わかるわー、だって、いやすげえよ、すぐ酔っちゃうんで。酔い止め差し入れは OK って。いや車載放送今日だけだからねよくわかる、俺も酔う。あ、いや酔いますよね。酔う人いっぱいいるんだね。マスクドと20歳違うの。もう20歳以上違うんじゃない？あ、ちょうど20ぐらいかな。あ、バッテリーもこれダメだな。そしたら、配信 PC のバッテリー抜いて、それ多分あの電源抜いても省電力モードにならない設定にしてあるから、抜いちゃってこれさせば多分充電できると思います。いけるかしら、はい、やってみましょう。多分3時間くらい持つはず。あ、できてますね、充電。あー、はい、やっぱそういうことだったんだ。そういうことです、そういうことです、うん、はい、打って、うん、まあ、ダイバートですよ。満喫に泊まるのはいいのって。ダメですよ。ダメなんですか。え、なお金の中だったら満喫に泊まってもいいみたいな。なるほどね。あの3万円お金の中だったらね。あ、それはありかもね。満喫じゃなくてビジネスホテルとかでもね。今日から実践あるんですか。いや、ビジネスホテルちょっと高くて手出ないいや、わかんないじゃん。いや、けどビジネスホテル行くんだったら多分新人あれ、新杉田のガソリンスタンドの反対側の方になんかラブホかなんかありましたっけ。あるあるある。そこに行きますよね、多分そっちの方が安いじゃないですか。いや僕新杉田の、うん、ラブホの方が安いか。いや僕新杉田のビジネスホテルを何かの時に撮ったんですよ、うん、レッドさんが撮ってって言われて、うんうんうん、撮った時に、うん、二度と行きたくないって僕
言われたんですよね。あそこのビジネスホテルはやばかったって僕レッドさんに言われたんで。あ、すごいやばいとこあるよ。いやここ、うん、僕はじゃあ多分やばいところを取っちゃったんですね、うん、で、あとね、まああの辺のビジネスホテル2個泊まったことがあって、1個はまあ別に普通よりちょっと下ぐらいのところ、1個はすごいやばい。あ、けどもう1個は普通なところがあるんですね、うん、あとはね、ラブホに泊まろうとした時もあって、で、その時は高くてやめたんだよね。高いんですか？高かった、うん、なるほど。まあ、けどそもそも銭湯ってどこにあるんですか？銭湯ね、あの杉田湯っていうところがあるから、調べて。なるほど。あの、着いたら、運転止まったら調べます。携帯も見れない。いや、ちょっとすでに来始めたっていう、うん、ジュースも飲めるし、満喫の方がいいなって。いや、ジュース飲んだらルールを、破ったってことになりますからね。あ、そっか。じゃあ、あれじゃないですか、うん、なんだったら飲んでいいんですか？仮にどうしましょう。まあ、本当に打ち合わせに行きます、うん、例えば打ち合わせ場所が喫茶店ですっつったら、僕は、うん、水です。あ、水は飲んでいいんですね。水は飲んでいいです。水とスポーツドリンクはいいです。まあ、喫茶店にスポーツドリンクはないですけどね。冷蔵庫ないから景品も塗り、だから冷蔵庫もさ、買えばいいんですよ。冷蔵庫って1万、うん、安くても2万円切るぐらいですよね。でもさ、どこで買うかなんじゃない？電気屋さん？僕だったらリサイクルショップで買うけど。そこにリサイクルショップありますよ。まだ始まってないから。まだ3枚渡してないじゃん。あ、7900円だったらビジネスホテルの方が安いかもしれないですね。うん、そうそうそう、新杉田のラブホ、そう、このね、あと景品冷蔵庫ある、あってとしても、僕が会社に置いてる、うん、あのエヴァンゲリオンの冷温庫みたいな感じですよね。全然冷えないやつね。いや、あれ結構冷えますよ。あ、そうなの？はい、まあ壊れましたけど。あ、壊れたからなんだ。僕さ、一回君のやつを使ってピペプシを入れたの。はい。冷えねえなと思ったんで。いや、あれはあの時は冷えてましたよ。あ、そうなんだ。はい、あの時は冷えてました。全然冷えなかった。 T シャツのサイズ聞かれてるよ。僕は多分 M ですか？書いてない。じゃあ M です。多分。物置は電気引いてるのか。これから引きます。 M です。え、これから引きます。工事入るんですか？いや、電ドラで。ドライパー？で、え？え？電動ドラム。あ、電動ドラムじゃないや。ああ、ドラムのやつ。ぐる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 ってやるやつですね。うん、あのね、いや、準備不足っていうか、調べたんですよ。あの、物置にコンセントがあったの。はい。だから、あ、これ使えるじゃんって言って、一応挿してみたの。スマホの充電器とかでわかるじゃん。あ、そうですね、うん、電気来てたらできますもんね。そしたらそれ電気来てなくて。はいはいはい。でも引っ張れる場所を見つけたから、それ今日ついたらね、これから引くよ。杉田湯とベルシー新杉田の距離、うん、そうそう、結構延長コード、電光ドラムっていうのある。へえ、電光ドラムっていうんだ。電気代ただじゃん、使い放題じゃん。そうですね、まあ舗装終わったらバッテリーの充電とかあるんで、うん、電光ドラム、ありがとうございます。杉田湯とベルシティの距離と時間調べた。あ、ありがとうございます。ネットは iPhone のテザリング、うん、で、店内はいつも通りの放送ですよね、多分。ん？LANケーブル引いてみたいな。あ、それは好きにしてください。え？え？今なんて言いました？好きにやって。え、僕がやるんですか？え？何だと思ったの？え、引いてって帰ってくれるとかじゃないんですか？あ、何、ランケーブルを？はい。引かないよ。なんで引くと思ったの？え、ちょっと落ち着いてください。ちょっと落ち着いて。そもそも、運営は？運営、君です。出演は？君です。Only you! ボーイ。Only you.
王様の宝箱ある。あ、杉田屋まで15分から20分で行けるって。あ、王様の宝箱ありますって。大丈夫。やってきてもいいですか。いや、いいです。全部一人です。え、じゃあうんこめもいない。あ、テザリングの上限は来ないように設定してあります。はい、うん。放送環境だってできるじゃん、一人で。全部。やれって言われたらやれますけど。で、これ用意したから。機材全部置いてっから。はい。で、パソコンも、配信パソコン閉じても落ちないようにしてあるのね。それ設定するの僕ですけどね。あ、そうだっけ。はい。そう、新しい配信機材を買ったんですよ。その機材買ったの僕ですけどね。買えって言われたんで。君は自分で自分の首を絞めてみたいな感じだね。だってレッドさんは日本各地に飛び回ってるから、うん、第三女子に買っててって言われたんで、そう、買いましたけど。パークンちになるところからさ、全部ここに機材積んでこのまま入店できるよ。でマイクつけて入れるでしょ。だって、うん、でそもそも、うん、うちの機材ケースって、うん、プラスチックの透明ケースに入ってるじゃないですか、うん、プラスチックの透明ケースに機材セットでまとってるじゃないですか。それかスーツケースかに。ああ、そうだね。ダンボールですよ。だっていらないじゃん。そうか、スーツケースに機材を入れる必要ないでしょ今回。隣だから。僕まだ2駅くらいで家まで帰れるんですよ。やめてもいいよ、やめてもいいですよ。納得がいかないんだったら無理にはやれとは言わない。いや、言いませんよ僕は。さようでございますか。でも明日の朝ごはんから景品を取ればいいですか。じゃあ今のところの計画を言いますね。はい、ベルシティ新杉田店に着きます。これリスナーさんに向けても言いますね。着きます。着きます。パークのお家になるところを紹介します。